条約が締結されたブロワ条。ブロア条約、または第3次ブロワ条約は1509年12月12日にアラゴン王フェルナンド2世と新生ローマ皇帝マクシミリアン1世がブロワで締結した条約。フィリップ・美コが1506年9月25日に死去した後カスティーリアの状況は不安定になっていた。ジェルメーヌ・ド・フォアとの結婚の後 アラゴンへ戻ったフェルナンド2世だったが、この事態を受けてカスティーリアへ向かう。この頃、フェルナンド2世の娘でカスティーリア城のフアナは狂気の兆しが現れ、統治不能に陥っており、シスネロス数奇卿はフェルナンド2世を摂政として招聘することを決めた。これにより、フェルナンド2世が再びカスティーリア摂政になり、 1507年から1516年まで、そのくらいにあった。フェルナンド2世は、カスティーリアの王位継承に干渉できる立場にあるため、フアナと神聖ローマ皇帝マクシメリアン1世の間の息子、カルロスの継承が危ういものとなった。1509年5月3日、ジェルメーヌ・ド・フォアが、フェルナンド2世との間の息子フアンを産んだが、フアンは、生後数時間で溶接した。 同年が秋、フアナが狂気であると宣告され、トルデシリアスに遊兵された。フェルナンド2世に、息子ができてカルロスが継承から排除される可能性を、防ぐため、フェルナンド2世とマクシミリアン1世はブロワで、カスティーリアの継承に関する条約を締結した。二人は、カルロスの継承権を確認、カルロスが成人するまで、フェルナンド2世を摂政とすることを定めた。さらに、 フェルナンド2世とジェルメーヌの間に息子が生まれた場合、その息子にはアラゴンの継承権しかないことも確認された。アラゴン軍とカスティーリャ軍がイタリア北部での戦闘において皇帝側で戦うことも確認された。ありがとうございます。